はい、万代放置。はい、どうも。さあ、水井デスク、球春到来。はい、いよいよキャンプだね。ね。はい、まもなくです。ということで、スポーツ放置の放置プレキューチャンネル流、うん、キャンプガイド。はい、今日は徹底的に行ってみたいと思います。イエーイ。さあ、水井デスク、はい、昨日ね、うん、助っ人5人の記者会見が行われて、はい、でその後ジャイアンツ球場で練習した模様を、放置プレキューチャンネルでも配信して配信結構多くの、ね、方々に見ていただきました。見ていただきました。さあどうですか、はい、ね、まずはやっぱりこのロペス投手、まあはい、マックス160キロで、はい、このキューバの、ね、WBC 代表にも、これを辞退してジャイアンツに来たという難しい判断だったとね、そうだね、いうコメントがあるんでしょうね。でも期待できるらしいですよ。そうです、だってさ、これお腹ブルペンキャッチャーがね、はい、制球もよく変化も空振りが取れそう、うん、シャイニングウィザードバリのキレで状態も良さそうに見えましたと、武藤刑事バリのシャイニングウィザード全然意味わからないです。やっと